それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から1点お話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症についてであります。北海道では引き続き高い感染レベルにあります。いつでも誰もが感染の可能性があるという状況が続いています。道内の新規感染者数は人口10万人あたりで 1046.1 人となっています。11月12日以降1000人を超える状況が続いています。一方で国の専門家からは北海道の増加は頭打ちの傾向も見られると指摘をされております。先週と比較いたしますと、その伸び率はマイナスになっています。今週は休日もあったことからその影響もあるため、今後の動向をしっかりとモニタリングをしていく必要があると考えています。また病床の使用率については 52% と増加傾向が続いています。入院患者数は11月23日に過去最多ということで更新をしております。重症病床使用率についても 10.3% と増加が続いており、注意が必要な状況にあります。全国的に新規感染者数の増加傾向、これが続いているわけでありますけれども、国の専門家からは増加の速度が鈍化しているという指摘があります。北海道は依然として全国最多という状況でありますが、ここ数日は減少しておりまして、他県も同様の状況にあります。また全国的に病床使用率、こちらも増加が続いております。北海道も先週と比べますと6ポイント増加をしているところなんですけれども、全国的に見ますと、この10万人当たりの新規感染者数でいうと、北海道一番高いんですけれども、病床の使用率も増加をしているものの、この 全国の中では11位ってなってまして、例えば山形県とかは12ポイント増えているという状況になってます。ですので他県の中でも、そういった病床がこの使用率が増加しているという状況が一部地域に見られます。またこの現在感染拡大、これは引き続き BA.5 系統が主流という状況になっているわけでありますが、先週18日にオミクロン株の亜系統であります BQ.1.1 系統、こちらが道内で初めて札幌市において確認をされました。国の専門家からは海外で感染者数増加の優位性が指摘されている系統については、今後さらに割合が増加する可能性があり、注意が必要とされておりまして、こちらにつきましては引き続きゲノム解析によって道内における動向を監視をしていきます。道内の感染状況、依然として高い感染レベルにあります。道民の皆様にはこうした状況を改めてご理解をいただくとともに、現在の BA.5 系統についてはこれまでの感染対策が有効であるということから、前回の会見でも申し上げたところでありますが、感染防止行動の徹底と対策の強化、これをお願いをいたします。まずは感染防止行動の徹底強化についてです。3密の回避など基本的な感染対策を再徹底していただく、このこととともに、普段と異なる症状がある場合には外出や出勤を控えていただくということをお願いいたします。次にワクチンと検査でありますが、オミクロン株対応ワクチンの速やかな接種を検討いただくということとともに、高齢者や基礎疾患を有する方と接する場合の検査、これをお願いいたします。そしてできる限り感染リスク、これを避けていただくというために、混雑した場所への外出など感染拡大につながる行動、これを控えていただくほか、飲食店においては大声や長時間の回避、
会話をする際のマスクの着用について、まあ、こちらご協力をお願いをいたします。日頃からの備えといたしましては、感染した場合にはご自身によるセルフケアが重要になりますので、ご自宅に食料品や日用品、解熱剤のほかにご用意できる場合には検査キットのご準備、こちらをお願いいたします。現在病床使用率が増加する状況において、病床の確保はこれまで以上に重要になっております。こうした中で大きな課題となっているこの病床確保量の見直しということについては、先週11月の16日に加藤厚生労働大臣に直接お会いをして、地域の実情に応じたこの病床確保量について柔軟な運用について意見交換をさせていただきました。21日には国の通知が発出をされ、都道府県の裁量においておおむね従来通りの運用が可能となるということが明確になりました。道としてはこの国の通知、まあ、これを踏まえまして、従来通りの運用、これを基本とした対応を検討しております。今後こうした内容について、関係団体や医療機関に丁寧にご説明を行いながら、現在の状況に対応した病床の確保、こちらに取り組んでまいります。感染者のための治療薬でありますけれども、これまで重症化リスクのある方向けに限定とされてきたわけでありますが、11月22日に新たな経口治療薬、このゾコーバが緊急承認をされました。これまでとは異なりまして、重症化リスクの低い方についても処方可能ということでありまして、症状の改善に効果が期待をされます。このゾコーバについては、新規感染者数が全国最多という状況になっております本土の状況を踏まえて、必要数ができるだけ早期に確保されるように国に対して求めたところであります。国からは北海道の状況を踏まえて対応していく旨の考えが示されたところであります。引き続き国と緊密に連携をして対応してまいります。またこのゾコーバでありますけれども、12月初めに供給開始予定ということでありますので、速やかに処方が開始されるように医療機関と調整を進めてまいります。ワクチンの接種についてであります。現在の感染状況において、ワクチン接種は重症化を予防するためにも重要になります。オミクロン株対応ワクチンの接種状況は、北海道は全体で11月23日時点でありますけれども 15.4% となっておりまして、全国を上回っているという状況である一方で、65歳以上の方については若干全国よりも低いという状況にあります。11月12月このオミクロン株対応ワクチン接種のピークを迎えます。接種が可能な方については速やかな接種をぜひご検討いただくようお願いいたします。道としては道内の高い感染レベルを踏まえまして、年内に希望する方々全員が接種をしていただけるように市町村と連携をいたしまして、集中的な広報を展開をしてまいります。最後になりますけれども、国において本日政府対策本部が開催をされました。オミクロン株対応の新レベル分類や今後の感染拡大への対応が基本的対処方針に新たに位置づけられ、正式に本日の政府対策本部で決定をされたところであります。今後このいつも対策本部が行われますと、今後国の通知などがございますので、まあ、そういったものを確認をした上で、道としての対応の考え方を速やかに整理をさせていただき、有識者の皆様にご意見を伺うなど、検討を進めるよう、先ほどの道の対策本部会議において指示をしたところでございます。道内は依然として高い感染レベルにございます。
道民の皆様にはこれまで繰り返しお願いをしてきておるところでありますが、医療の逼迫を回避をする、社会経済活動をできる限り維持をしていく、そのため基本的な感染防止対策行動、これを徹底していただく、そして対策を強化をしていただく、このことのに対するご理解とご協力をお願いを申し上げます。私が以上です。はい。それではただいまの話題につきましてご質問をお受けしたいと思います。ご発言の方は挙手をお願いいたします。はい。北海道新聞田辺さん。北海道新聞の田辺です。コロナの関係で2点お伺いします。今月22日以降ですね、病床使用率が 50% を超える状況が続いていると思います。最近は札幌市内を中心に救急搬送困難事例も出続けている、大変厳しい状況になっていると思いますが、知事としてですね、こうした医療の状況というのをどのように認識されているのか、まず1点お伺いします。でもう1点が、先ほどのご説明でもあった国の新しいレベル分類について検討を進めるようにと先ほどの、対策本部でも指示されていましたが、これその、レベル分類の道内での適用をいつ頃までに判断されるご予定なのか、以上2点です。はい。まず今の入院の状況でありますけれども、先ほどお話をした通りですね、入院患者数につきましても、過去最多という状況になっております。特に札幌の今お話がございましたけれども、医療圏域ごとに見ても、50% を超える、そういった状況も見られるなど、この医療への負荷が増加している状況にあります。なんとかですね、この医療のさらなる逼迫、これを抑えていく、そして社会経済活動をできる限り維持していく、このためにはこの15日から対策の強化の呼びかけを行わせていただいておりますけれども、基本的感染対策、こちらを徹底していただくとともに、今の感染状況を踏まえた中での対策の強化についてのご協力、それとオミクロン株対応ワクチン、こちらの接種の検討を、皆様にはお願い申し上げたいというふうに思っております。また今後の対応でございますけれども、本日基本的対処方針、これが新たな位置づけが正式に決定したところであります。これまでもこの対策本部、これを早く開いてほしいということで、お願いはしてきたんですけども、2週間程度かかってしまったという状況なのではないかというふうに思っておるところですが、本日そういうことで正式に決まりました。でいつもですね、この決まった後にこの国の通知などが来まして、その中で実際の運用の中身とかが詳細に明らかになるということがありますので、これは今日の深夜になるのか何時になるのかちょっと見通せないということはございますけれども、こういった通知などを確認した上でですね、この速やかに道としての考え方を整理をさせていただいて、有識者の皆様にご意見を伺うということで検討を進めていきたいというふうに考えております。ですのでこういった通知などが来たらすぐにですね、そういった手続き準備ということで進めていきたいというふうに考えています。すいません、今の関連で、国の方ではその新しいレベル分類の関連で、今月中にもその都道府県の方からですね、適用する場合以降出してくるようにというお話があると思うんですけれども、つまりそれに間に合わせるぐらいのタイミングで判断されるという理解でいいでしょうか。まずこの確かに対策本部行われまして、この正式な位置づけはされましたけれども、その国の通知など、この毎回ですね、各都道府県からさまざま質問が事務、打ち合わせで出まして、これはどう解釈するんですかということが毎回出るんです。ですからそういったものなども確認した上で、考え方を整理をして、この速やかに対応していきたいというふうに考えています。この他いかがでしょうか。はい。HTB 元吉さん。
HTB 元吉です。このように感染者が鈍化したというふうにありましたけれども、依然としてはやはり北海道高い水準になっています。このような中で強化対策宣言、こういったものは行う予定はないのでしょうか。先ほどのお話させていただいたところと重複して恐縮なんですけれども、今日ですね、政府の方で対策本部が行われまして、そういった新たなレベル分類などの基本的対処方針の位置づけ、これが正式に決まりました。でこの後その国の通知などが届きますので、そのことを踏まえてどうも考え方を整理した上で速やかに対応していきたいというふうに考えています。じゃあそうしますと今日のタイミングではそこを検討するものではないというふうに捉えてよろしいでしょうか。11月の15日の時点で分科会で示したような皆さんへの、このお願いですね、この点については対策の強化をすでに行ってます。で今示されているそういった国の考え方の中でもそこは大きく変更されてないんじゃないかなというふうに思ってますので、そういった意味では15日の時点から現在に至るまで、そういった強化内容については皆さんに対してお話をさせていただいてます。その上でこの基本的対処方針の変更、またその国の通知の考え方、こういったものを踏まえて、レベルの話と、そういった対策強化宣言だとか、そういった大きく分けて話があると思うんですけど、ここをどう位置づけていくのかということについても有識者の意見も聞いた上で、これは速やかに整理していきたいというふうに考えています。わかりました。ありがとうございます。はい、この他ご質問いかがでしょうか。はい、日本経済新聞伊田さん。日経新聞の伊田でございます。よろしくお願いします。一点ゾコーバの新しい飲み薬のゾコーバの件なんですけれども、先ほど知事からその国とも連携をして早期に供給をということだったと思うんですが、今日閣議後の記者会見で厚生労働大臣の方から、28日にも本格的な供給が始まる、少し前倒しになって供給が始まるというお話もあったようですけれども、実際道内でもその28日に合わせて、本格的な供給が始まっていくということでいいのか、また道内、どれくらいの数の医療機関にまずはそのゾコーバが供給される見通しなのか、現状で知事が把握されている部分どういうのかお聞かせください。はい、医療機関と調整をしなければならないということがございますので、またその全体のボリュームと各都道府県に対する配分量の話がありますので、例えばその北海道が欲しいですよって言った量が、国として想定する北海道への、この措置する量を上回る場合など、そういった北海道の感染がその全国で最多という状況なども踏まえた中での、この対応を国に求めています。速やかにまずは欲しいですよということと、医療機関必要なところが想定より多かったというときに、やはり全体の数は決まってますから、その中で、その日本で最も感染が多いという状況の中で、我々としては配慮いただきたいということも踏まえた中で、お願いをしているということです。それに対して具体的な今こうこうこうしますということはないですけども、北海道の状況を踏まえて対応していくということのご発言はいただいてます。今お話のあったような、この前倒しをしてやっていくということ、このことについてちょっと私はまだ承知しておりませんけども、当初12月の上旬ということで12月初めですねの予定で動いていくということで聞いてますので、その前倒しになるということでは我々としてもよりスピード感を持って対応していかなきゃいけないというふうに思っています。現状でその北海道として、北海道の状況を鑑みてどれくらいの量を北海道に割り当ててくださいという要望を出されているんでしょうか。今の時点で具体的なボリュームの要請はしてないです。これは聞かなきゃいけないですから、その医療機関などで聞いた量っていうのが全体の量に対する配分量を上回るかどうかっていうのが一つあると思ってます。ここら辺も含めて速やかに対応していきたいというふうに考えています。わかりました。ありがとうございます。このほか話題に関するご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではここからはその他のご質問もお受けしたいと思います。挙手をお願いいたします。
ます。はい、北海道新聞金子さん。北海道新聞の金子と申します。よろしくお願いします。札幌市が丘珠空港の滑走路を1500メートルから1800メートルに延長することを柱とする方針を5月にまとめ、で今月22日にですね、経済団体などと作る機能強化推進協議会を開きました。で道はこの協議会の構成メンバーではないとのことなんですけれども、こうしたこの議論にどのような姿勢で関わっていくかということを教えていただきたいのと、また知事はこのそもそもこの1800メートルへの滑走路延長についてこう賛成かどうか考え方を教えてください。はい、まずこの協議会が行われたということでありまして、現在市が策定を進めている丘珠空港の将来像、これに示すですね、機能強化策の実現に向けて経済団体、空港ビル会社といった関係者との相互連携、情報共有、これを図って積極的に推進をしていくということを目的に設立されたということで承知をしております。近々この市が策定予定の丘珠空港の将来像でありますけれども、道がこの北海道航空ネットワークビジョン、こちらで描く丘珠空港の将来展望と方向性を同じくするものであります。市の将来像をに示す機能強化策、こちらについては道の将来展望の実現に向けても重要な取り組みであるというふうに考えています。で今回の設立会議でありますけれども、道もオブザーバーとして、この参加をさせていただいておりまして、私としてはですね、こうした開かれた場で官民の関係者が認識を共有しながら丘珠空港の機能強化に向けた取り組みを進めていく、このことは大変意義のあることであるというふうに受け止めているところであります。道としてはですね、札幌市はもちろんなわけでありますが、この経済界とも連携をしながら丘珠空港の一層の利活用と機能強化、こちらに取り組んでいきたいと考えています。はい、すみません、関連で北海道新聞の金子です。今の答弁ですと市のですね、機能強化策については、方向性同じだということですので、念のため確認ですけど、つまり滑走路延長方針についても、基本的には同じ思いだというそういう理解でよろしいんでしょうか。そうですね、機能強化についてもネットワークビジョンの中で位置づけられている方向性と重なるものであるというふうに考えています。はい、この他のご質問いかがでしょうか。はい、読売新聞中谷さん。読売新聞中谷です。五輪汚職についてお伺いいたします。本日、東京地検特捜部が、東京五輪パラリンピックの、組織委員会が発注したテスト大会業務の入札で、談合があったとして、強制捜査に乗り出しました。東京五輪の開催地でもあり、現在札幌五輪の招致を進めている、本堂において、この、知事としての受け止めと、今後の、札幌五輪招致にどのような影響があるとお考えかお聞かせください。はい、まずはですね、この東京大会の、この組織委員会に関わる案件でありまして、この事件の詳細については私自身も報道以上のことを承知をしていないわけでありますけれども、今ご質問にありました通り、やはりこの北海道、札幌においてもサッカー、マラソン、競歩、競技、これが開催された地でありますので、この大会に協力をしてきた我々としても、そういったこの疑いということでありますので大変残念で、ございます。この今冬季オリパラの招致に向けての機運醸成ということで進めている中でありますので、この五輪の、汚職に続いての組織委員会の発注事業での談合の疑いが浮上しているということであります。この影響を生じることへの懸念の声があるということであります。いずれにしても今後の動向を注視をしていく必要があると考えています。ありがとうございます。この他のご質問いかがでしょうか。はい、日本経済新聞井田さん。日本経済新聞の井田です。
先日ですね、函館おしゃまんべ間の、JR 函館線について、貨物鉄道での維持を模索する、まあ、4者協議が7日に開かれました。で、JR 北海道さん、貨物さん、国交省さんに加えて、まあ、北海道の担当者の方も参加されていると思いますが、まあ、改めてですね、あの路線の、まあ、貨物物流の維持の重要性を知事がどのように考えられているのかというところをまず一点伺いたいのとですね、またその後の JR 北海道の綿貫社長の記者会見では、まあ、JR 北海道としては、まあ、軽分離する路線なので、JR 北海道としては、こう、費用は負担しないというふうに明言をしておりました。まあ、仮に貨物専用線として残す場合には、まあ、誰かがその費用負担をしなければいけないということになると思うんですが、まあ、北海道として、まあ、例えば、上下分離などで、その設備を保有したりですとか、またもしくは設備を維持するための費用負担するお考えというのがあるのかどうか、この2点をお願いいたします。はい。函館おしゃまんべ間における地域交通の確保方策についておしまブロック会議において、2025年度をめどに方向性を確認することで協議が進められているところでありますが、この8月に開催をした会議では沿線自治体からコロナ禍により事業者の経営が厳しい中、将来に向けた地域交通を確保していくためにも早急に方向性を示すべきなどといった意見があったというふうに伺っているところであります。この道としてはですね、通勤通学観光物流の面から大きな役割を担っている線区であります。その特徴や地域の実情などを十分に考慮をさせていただきながら、まあ、早期に方向性が見出せるように、まあ、今ご質問のありました部分ございますけれども、当面は幹事会などの場を中心に協議検討を進めていきたいというふうに考えているというところでございます。今、道と国土交通省さんと、あと貨物さん、JR 北海道さんで進めている、まあ、まあ、おしまブロック会議とは別にですね、貨物専用で仮に旅客がなくなったとしても、貨物だけでも残すことができないかという、まあ、協議が進んでいると思うんですけれども、まあ、そこにおいて今後仮にですけれども、もちろんその沿線の皆さんのご意見が、まあ、最優先であるということは、その前提の上でですね、まあ、仮にその貨物専用で残すとなったときに、まあ、道としてその、物流貨物物流だけの路線に、まあ、費用を負担することというのがあり得るのか、まあ、それともそれは国の方で決めるべき話というふうにお考えなのか、それは知事いかがでしょうか。そこは仮定のご質問であると思うんですけども、まあ、しっかり幹事会の場などを通じてですね、さまざま協議検討していきたいというふうに考えています。分かりました、ありがとうございます。はい、このほかご質問いかがでしょうか。はい、読売新聞永谷さん。読売新聞永谷です。データセンターの誘致についてお伺いいたします。17日に、知事が自ら、北海道データセンターパーク構想を、打ち出しました。全道各地に、データセンターを建設し、誘致を進めて、全拡大していくという計画だったと思うんですけれども、知事として、まあ、このデータセンター誘致による道内の経済効果、どのようなものを期待しているのかというのをお聞かせください。はい、道ではですね、本道の豊富な再エネを道内で活用して電気以外のデータやサービスなどに変えて、このグリーンとデジタルを掛け合わせていく、まあ、こういう象徴的な取り組みがデータセンターの誘致ということで取り組んでおります。まあ、こうした中ですね、先般このデータセンターセミナーにおいて、我が国最大の独立系データセンター事業者でありますブロードバンドタワーに石狩への進出表明がをいただいたというところであります。また本日の報道にもありましたが、京セラコミュニケーションシステム、こちらのデータセンター、これは RE100 の我が国初となるデータセンターでありますけれども、まあ、いよいよ着工となるという、このほかにもさまざま動きがあるというところがあります。セミナーにおいては私から、再生可能エネルギーを活用したデータセンターを道内各地に立地集積させた集積群のことを北海道
データセンターパークと称しまして、企業の皆様に道内への拠点立地や投資、道内データセンターの積極的な利用などの提案をさせていただいたところです。まあ、データセンターパークの経済効果でありますけれども、まあ、このクラウド事業者やコンテンツ事業者といった IT 関連の企業などのデジタル産業を中心としたエコシステムの創出、こちらにつながっていくと。そして北海道の理系人材を中心とする雇用の拡大、まあ、こういったものをもたらすということ、また人材不足や高齢化、原材料エネルギーコストの上昇といった課題を抱えております製造業、一次産業、観光業などさまざまな産業のスマート化を促進をし、省力化や自動化、低コスト化や高付加価値化、新たな事業展開、まあ、こういったものなど産業競争力、まあ、この効果につながるといったことをこの経済効果として期待をしているところであります。重ねて、関連の質問なんですけれども、まあ、現在データセンターが、まあ、大方首都圏に集中しているという状況が続いていまして、北海道、まあ、新たに動きが出ている中ですけれども、今後、まあ、企業誘致に向けて、まあ、道としてはワンストップ制度を行っていると思いますが、どのような課題がまだ残っているかというふうに知事お考えでしょうか。はい、これはですね、私も今政府が、デジタル田園都市、国家総合戦略ですか、こちらを、まあ、年内12月に取りまとめるということでありまして、この河野デジタル担当大臣、またこの大臣変わられましたけれども、寺田総務大臣や、また先般、またの地方創生担当大臣など、要は要請いたしましたけれども、このデータセンターの地方への分散を、まあ、こういった戦略にこう明確に記載をしていただく、このことによってさらに、まあ、今この集積しつつあるこの本堂へのデータセンター、さらなる他の地域へのこの誘致促進につながっていくと思ってます。ここをまず明確に政府として記載をしていただく、このことを期待したいと思いますし、そうでなければならないというふうに思ってます。まあ、そもそもこれは国の方針としても、東京や大阪などにデータセンターが集積をしていて、このある意味では一部災害が発生をした時の対応なども踏まえると、こういった地方への分散の必要性について示してますから、それはやはり明確にそういった記載をしていただく、こういうことが必要だと思ってます。また光海底ケーブル、そういった接続や、こういった国内外の事業者、こういったケーブルについてはですね、そういった誘致活動などの取り組み、こういったものもですね、引き続き進めていきたいと考えています。ありがとうございます。この他ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、他にご質問なければ以上をもちまして本日の定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。